クロムウェル巡航戦車は1943年に開発されたイギリスの巡航戦車である。クロムウェルの名称はイングランド内戦に最指的機体を率いたオリバー・クロムウェルに由来するクルセーダー巡航戦車の後継者としてバックソール自動車の A23、ラフフィールド・オーガニゼーションの A24、そしてレーランド・モーターズの A27 の3つの新型戦車が提案された。 最も有力視されたのは A27 で、これはスピットファイア戦闘機などに搭載されていたロールスロイス車製のマーリンエンジンを陸上用に改造したミーティアエンジンを搭載する予定のものだった。しかし、戦闘機用エンジンが優先されていた時期でもあり、またナッフィールド車が自社製のリバティエンジンの搭載に固執したせいもあって A27 の車体構造に 手直しされた A24 が暫定型として生産されることとなった。しかし、以前の巡航戦車より重量の増えたクルセーダーの段階でトラブルを多発するようになった。このエンジンでは、より重量の増えた A24 の機動性や機械的信頼性を落とす結果となり、大半が訓練に用いられただけで終わってしまった。詳細は、キャバリエ巡航戦車を参照一方、本命である。 A27 でも当時の戦車用エンジンとしては構造が複雑なミーティアの搭載に苦労しており同様にリバティエンジンを搭載した A27 リットルを1942年11月から生産することとなったこれも A24 がベースとなっておりウィルソン優勢歯車式からミリットブラウン方式に変速走行機が変更されておりエンジン室周りも改造され 後からミーティアエンジンへの換装も可能であった。そして、本来予定していたミーティアエンジンを搭載した A27M の生産は遅れ、1943年1月から開始された。当初、A24 はクロムウェルマーク I、A27 リットルはクロムウェルマーク II、A27M はクロムウェルマーク II と呼ばれていたが、後に A24 は巡航戦車。 マーク A とキャバリエ A27 リットルは巡航戦車マーク A と戦闘 A27M は巡航戦車マーク A とクロムウェルと呼ばれることになった。戦闘は主に訓練用として使われ、ノルマンディ上陸作戦でイギリス海兵隊が装備していた 95mm 榴弾砲搭載の CS 型と同じ車体を用いた砲兵観測車や対空戦車が 実戦参加したに止まった。クロムウェルが量産された頃には、アメリカから供与された M4 抽選車が、気候次団の主力となっていたため、本社は主に気候偵察連隊などに配備され、実戦投入された。手法は7 5ト、mm、ル法が予定されていたが、当初は供給不足で、マーク I3 までは、クルセーダーから継承した6ポンド法だったが、マーク4マーク。 VMark 7マーク k 8は6ポンド砲用の砲丸に搭載するアメリカから供給される砲弾を用いる国産の 75mm QF 砲に換装しマーク6は CS 型で 95mm 榴弾砲を搭載する装甲はマーク I6 までが最大 76mm で増加装甲が施されたマーク k 7 Mark 8が 最大1 0 1トルとなっており、特にマーク7、マーク8はイギリス巡航戦車としてはかなりの重装甲を備えていた。最高速度はリバティエンジン搭載のキャバリエが時速3 9トル戦闘が時速4 3トルとクルセーダーと大差ないレベルであるが、ミーティアエンジン搭載のクロムウェルは51時速6 4トルにも達し、 第二次世界大戦中最速の戦車と言われるほどの快速ぶりを誇っている。ノルマンディ上陸作戦後のビデル・ボカージュの戦いで、ティーガー・アイ1両にクロムウェル1個大隊が全滅させられたエピソードは有名である。第二次大戦後は朝鮮戦争にも投入され、中国義勇軍に露獲されたクロムウェルが初の実戦参加となったセンチュリオンと交戦したというエピソードもある。 第一次中東戦争では、建国当時のイスラエル軍により、パレスチナ中流のイギリス軍から、クロムウェル戦車2両が盗み出され、貴重な装甲戦力として使用された。現在も、イスラエルのラトルン戦車博物館には、クロムウェル戦車が展示されている。クロムウェルは、後のチャレンジャー巡航戦車、コメット巡航戦車のベース車両となった。また、余剰化したクロムウェルをベースに、 センチュリオンマーク3にも搭載された20ポンド戦車砲を搭載した、チャリオティア駆逐戦車が製造された。マーク I6 ポンド砲搭載型。マーク2自体の幅を3 9 4ト、mm、ルに拡大し、車体の基銃を撤去した型。マーク3戦闘のエンジンをミーティアエンジンに換装した型で、武装は6ポンド砲のままである。マーク4、マーク V 手法を 75mm 法に換装した型、マーク 695mm 榴弾砲搭載の CS 型、マーク7、マーク 875mm 砲搭載車に走行を増設した型で、全面走行は合計 101mm となった、クロムウェル式戦車ナンバー19及びナンバー19無線機を搭載した式戦車型、弾び 死団本部車両として使用された。手法は搭載していないが、砲塔全部右側に装備される2インチ迫撃砲は装備されており、指揮者としての特定を避けるため、方針はダミーのものが装備されている。クロムウェル指令戦車2機のナンバー19無線機を搭載した指揮戦車型連帯本部車両として使用された。 クロムウェルコマンドと異なり手法は通常の戦車型と同じく装備されている。クロムウェル観測戦車ナンバー19無線機及びナンバー38傾向無線機を各2機、軽4機搭載した観測戦車型、指令戦車型と同じく手法はそのまま搭載されている。マーク4、マーク6、またはマーク、A、とより改造されて製造された。 RUSE イギリスの抽選者として登場。ウォーサンダーイギリス陸軍の抽選者として、マーク・アイとマーク・ V が登場。ワールド・オブ・タンクスイギリス抽選者クロムウェル及び、クロムウェル B として登場。パンツァー・フロントイギリス軍の戦車として登場。虫ケラ戦車小さくなり、虫と戦うことになったプレイヤーのドイツ軍戦車兵が、フィールド上で見つけると使用できる。ありがとうございます。